おはようございます。ちやこです。朝ですございます。はい、ということで私は今ですね、新百合ヶ丘にあります。はい、もう新百合ヶ丘にはもう何回も来ているんですけれども、まあ、いつもね外苑前のバレエ団でリハーサルはしてるんですけど、3月の中旬に初演がありまして、で広いスタジオで練習をするということで、最近はね新百合ヶ丘にある、音楽大学の中のバレエスタジオでお稽古をしております。はい、私大学に行ったことがなくて、大学のキャンバスとかそういうのに結構憧れてるんですけど、そう、なんだろうな、大学のその昭和音大の別の文室、文庫、ちょっとごめんなさい、その辺はよく分かってないんですけど、そこで練習者をさせていただいているんですが、音楽大学というだけあって、歌を歌う人とかピアノを弾いてる人とか、なんかいろんなね、音楽とかが流れてきてめちゃめちゃ面白いです。はい、朝学校に行ったらなんかとかいう、そんな音楽も聞こえてきたりしてめちゃめちゃ面白いんですけれども、はい、まあ、バレエのスタジオはすごく広くてですね、練習しやすいんですけど、レッスンもしやすくて、はい、ただ朝10時からスタートというめちゃめちゃ早い感じで、はい、今日も頑張って早起きしましたけれども、今日はもう1日夕方まで5時半までリハーサルがありまして、まあ、ちょっと内訳は何をするのかちょっといまいち分かっていないんですけども、今日も1日頑張っていきましょうということで、もしかしたら明日まで続くかもしれないですけれども、はい、ちょっと初演前のバタバタした平日の Vlog を撮影していきたいと思います。新百合ヶ丘もね、なんかすごいいいところでね、ちょっとゆっくり回ってみたいんですけども、今日も時間があったらちょっとブラッチしようかなと思います。それでは平日のバタバタした1日行ってみよう。はい、ということで本日もこちらにお邪魔をしてリハーサルレッスン頑張ってきます。はい、ということでリハーサルが終わりまして、ちょっと早く終わったので5時前ぐらいに終わりました。よかった。まだ外が明るいので嬉しいです。はあ、そう、音大ってねすごくね面白くて、スタジオは4階とか上の階にあったりするんですけど、なんか途中途中で地下とか多分いろんなところにあるのかな、なんかちっちゃい個室みたいなのがあって、でそれぞれ防音になってて、で そこで多分練習できるみたいな感じだと思うんですけど、そうで朝行ったら、そうピアノ練習してある音楽もね聞こえたり、そして歌をね、つってそう、そんな歌のね練習もしてはったりで、そう本当にねすごい興味深いです。もう音大ってそんな感じなんやと思って、その音大にバレエ科があるのかな、はい、多分それでバレエスタジオがあってっていうので使っているんですけども、やっぱり広いところでできるのは嬉しいです。でちょっと今日はですね、そのせっかく新百合ヶ丘に来ておりますので、ちょっといろいろブラッチじゃないですけど、駅の反対側、いつも公園をやっている方に行ってみようかなと思って、はい、思っておりますが、ちょっと一旦ですね、疲れましたのでスタバで一服したいと思います。駅にはね、こんなクロワッサン売ってたり、そしてワッフルもあるし、おむすびも売ってたり、すごいね大きいです駅が。で去年下段のくるみをやった時は、こっち側に行きましてね、はい、あちら側に劇場があるんでございますね。あちら側に多分劇場と、なんかなんて言うんだろう、大学があって、でそう、そこでやったんですけど、今日はですね、今日というか今はですね、反対側で練習してます。すごい賑やかなんですよね、うん、そうなんで、ちょっとこの辺をブラッチできるのかどうなのかちょっと分かんないんですが、あちらにはねイオンもありまして、いい感じ。あ、ちょっとここで一服しよっかな。ちょっとスタバ行こうとしたら人いっぱいで入りませんでしたので、ディン、デルーカに行こうと思います。はい、カフェラテを頼みました。あったまるここね、すごくね便利だと思います。パン屋さんとかおにぎり屋さんの他にケンタッキーもあるし、あとねミスドもある。ミスドってね無性にね食べたくなる時がありまして、そうたまに食べたくなるんですけどね、近くにねミスドないから食べる
そう、ほんで今私このディーン&デルーカにいるんですけど、そこもなんだろうな、なんかショッピングセンターみたいな感じになってて、100均とかもあったり、そういろいろ、あ、ここに駅に帰ってくれば何でも揃うみたいな感じでいいですね。私もそういうところに住みたい。すいません、もうなんかね放心状態みたいな感じになっちゃった今練習しているのが3月の16と17日の、 あの初演の作品なんですけども、イギリス人の振付家の方とか、あとは先生アシスタントの人も振付家の人だし、あとはお医者さんも、お医者さんセットの方かなもイギリス人の方で、なんか嬉しいね、英語を聞けるというのはそう、それで、ね、3つの作品をやるんですけども、全部そのイギリス人の振付家の方の作品で、そう、1つはもう1つはその雪女というあの日本のお話 の、 あのやつ、あれどうっていうのかな、そう雪女ってあるじゃないですか、そう、あの雪女をバレにしたみたいな感じで世界初演みたいな感じだそうで、でもう1つ日本初演っていうのもあるんですけども、そう、なんかそれぞれお話がつながってるわけじゃないんですけど、ストーリー性がなんかしっかりあるのは雪女だけなので、もうなんかまあ見やすいかなとは思うんですが、そのリハーサル頑張っております。で、まあ10時から5時ぐらいまではやっていましたけども、まあ、ぶっ通しで踊っているわけじゃなくて、そう2時間やってちょっと15分休憩してみたいな、なんかまあちゃんと休憩はあるので、そう10時から5時半ぐらいまでぶっ通しで踊ってたら、ね、そうもう死んじゃうのであれなんですけど、そうちゃんとね休憩はあります。でもスロバキアの時は9時半から6時まであるんですけど、そう3時間以上リハーサルがあると10分15分ぐらいの休憩を入れないといけなかったりとか、そう必ず2時から3時までの1時間はランチ休憩があったりとかして、そうあの労働基準法的に必ず休みを入れないといけなかったんですけど、そう、まあ、日本とはねちょっとまあシステムが違うのでまた休憩の仕方は変わるんですが、そんな感じです。というか私ディーン&デルーカ初めて来ました。初めて来たのにコーヒーしか頼んでない。なんかねもう一息つかないとお家帰れなかったんで、そうちょっとねコーヒー休憩を入れまして、でちょっとまあこの辺周辺をブラッチとしましてお家に帰りたいと思います。まだまだ今週1週間ここでの、ね、リハーサルが続くので頑張らなければいけない。はい、ということでちょっとね暗くなる前に、あのこの間ねくるみをやってた劇場があるんですけど、何だっけ、ジーリオ昭和という劇場ね、それの表入り口っていうんですか、なんか裏口から通っていつも来てたので、正面 の、 あの外観というかどんなんかがちょっと分かってなくて、そうちょっとまだ明るいうちにあの辺まで行って、そう劇場の周りブラッとして行こうかなと思います。はい、と言ってましたらもう見えてきました。あ、この辺はコナミスコースこの辺はコナミスポーツクラブがアリーノ、イオンがアリーノで、あっちには今後ろに見えてるのは伊東洋華堂で、でそこにもスタバがあったんで、スタバでもよかったなと思ったんですが、本当にいろいろある、何回も言いますけれども、さあ、お腹すいた、お腹すいたよ、お腹すいちゃってもう大変で、音楽大学はね本当にアクセスも良くて劇場もすぐだし、そう今練習しているところもすぐだし、すごくいい感じです。そんな歩かなくていいのでね、よいしょ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 、でもうそろそろ衣装が出来上がるそうで、そう今日は何人か衣装合わせしてたんですけども、お衣装もね、まあ完成はするんですけど、そう着てみないとわからないところっていうのがいっぱいありまして、そうここはああでもないこうでもないというふうに振付家の方とかお衣装さんとかがおっしゃって、でどんどん修正が入るっていう感じになります、いつも。そうだからね、いつもねギリギリまで衣装がない時もあるあーラーメン屋さんがありますね。そうこっちにまっすぐ行くと小劇場のね裏口になるんでございますのよ。はい、なんでちょっと一
ってもいいのか分かんないんですが、はい、ちょっとぐるっと一周だけしようかなと思います。こちらが昭和音楽大学ですね。はい、そう、あれ、これをぐるっと行ったら正面入り口になるのかな。うん、さっき通り道があったので、ん、あ、でもそっか、入り口はあっちなんかな。あ、正面は多分あの辺という感じなんですかね、劇場のね。あ、多分そうだ、正面入り口はこっちか。そうか、いつも出演しているので正面入り口がどこか分かんないんですけど、これかな多分。今真っ暗なのでここな気がする。違ったらごめんなさいですが、はい、あ、でもここかな。うん、そう、ここが入り口になっているみたいです。で、あっちの方に行ったら多分大学の入り口とかなのかな。はい、はい、ということでちょっとですね、これから事務所に戻って撮影がありますので、はい、一旦事務所に戻りたいと思います。お腹すいたよ、お腹すいた。夜ご飯までは持ってきてないが、でもちょっと何か食べないといけませんね。うん、では電車に乗ります。あのですね、昨日はですね、事務所で撮影をしまして、帰って速攻で寝てしまいました。移動が多いとね、ちょっとね疲れます。で、ちょっとあの夜な夜なクッキングもよくするんですけど、早朝クッキングということでちょっと早起きて、今ですね豚肉と大葉とチーズを巻いたものを、焼いております。疲れてるのでね、ちょっと、まあ、油物を取りましょうということで豚肉を焼いているんですが、ちょっと最近あの作ったチヂミがめっちゃ美味しかったので、ちょっと今作りたいと思います。ご準備いただくものはニラとえのきかエリンギ、そしてこの豚バラです。これこの豚バラちゃんでございます。はい、そしてかつお節、そしてお好みの粉、この超簡単チヂミ、なんちゃってチヂミかな、多分本物のチヂミではないと思うんですけど、まあチヂミを作って今日も元気いっぱい新料理が丘に行きたいと思います。まずはニラをですね、ちょっと手元今映ってないんですが、細かく切っちゃいましょう。で、これはね、あのね、小腹が空いた時というかパクッと食べれるようにいいなと思うんですが、ニラなのでね、持ち運ぶのはちょっと臭い持ち運ぶとちょっと周りの方に匂い迷惑かけてしまうので、そう、持ち運びはできないですけど、あの持ち運びにぴったりと言っても過言ではないぐらいの、あのパクッと食べれるやつです。私大葉が好きなんですけど、大葉の美味しいレシピあったら教えてほしい、募集してます。はい、それではニラ切りましたので、ニラここにぶっこんじゃう。よいしょ、よいしょ。それではお次はえのき、えのきも一口ぐらいに切っていきます。エリンギもね、食感が良かったんですが、今回エリンギがスーパーに売ってなくてちょっと売り切れてたので、今回はエリンギ。でもエリンギも、エリンギじゃない、これ何、えのきや、えのきもね美味しいと思う。いっぱい入れちゃいましょう。はい、まあここまではちょっと簡単だったので手元映してませんでしたが、こんな感じでえのきと、あとはニラですね、ニラがこういう感じで細かく刻まれております。で、あとはですね、この豚バラもこうちょっと適当に入れるだけ全部適当、全部適当やないかい。そう、最近ね久々の再会がありまして、そう、もともと関西のお友達だったんですけども、そう2人とも東京にいるっていうので、あの会おう会おうと言いつつなかなか会えてなかったんですけど、やっとあのこの間会いまして、まあ、豚バラはこんな感じで一口大にもう手で切っていきます。で、その子にはね、もう娘ちゃんがいるんですけど、そのね娘ちゃんがねめちゃくちゃ可愛くて、
あのね、私のあの YouTube の動画を見て、というか去年の千秋と愉快な仲間たちの公演のドンキを見てバレエにドハマりしてくれまして、でお家でもねキトリちゃんをね踊っていて、そして私の友達はあのエスパーダ役というあの男の人がやる役なんですけど、あのマントを持って踊るんですね。でその男の人役をお母さんも一緒にやりながら映像をね見てくれているみたいで、そうで、そうバレエにハマって、この間くるみ割り人形もしたんじゃないんですけどね、見に行ったって言って言ってて、いやバレエにハマってくれて嬉しいなっていう感じで、でその私の友達もねだいぶ前にあのソーダバレーでジゼルやったんですけど、だからその映像まだ YouTube にありますけども、そうジゼルした時も その友達にね見に来てくれたりとかして、親子ともどもバレエにねハマってくれて嬉しいですね。でまさか関西の友達なのでこの東京で会うという不思議な感じだったんですが、本当何年ぶりかな、本当めっちゃ久しぶりだったんですけど、全然久しぶり感なくていつも通り話して、そう私の大切な友人なんですが、やっぱり本当に大事な人とはなんか会ってもそんな久しぶり感なくいつも通り普通に昨日も会ってたかのようにやっぱ話せますよね。いいよねそういうの。よくインスタとかで豚バラと大葉とチーズの肉巻きみたいなのあるじゃないですか。あれってどうやってやってんやろな。なんかねチーズがね全溶けする チーズが全溶けしちゃう。見てくださいこれ、チーズ全溶けしてるでしょ。なんでどうしたらいいんこれ、火入れすぎなんかな。そなんかそれがちょっと困ってます。食卓に乗せられないぐらいなんかチーズ溶けちゃって、はい、まあそんな話は置いといて、こちらのチヂミ作りに続きたいと思います。はい、そうしましたらですね、お好み焼きの粉を適当に入れます。まあこれはちょっと水加減によりけりなので何とも言えません。どれぐらいかはまあ1カップぐらいかな。そしてかつお節をシャーッと入れちゃいます。本だしも入れます。あー出ないね、本だしも入れましょう。はい、マジで適当です、ごめんなさい。紹介してる割にいつも適当なんですよね私ね。そしてなんかあったらの白だし入れます。よいしょ、はい、これで OK。 そしてお水をとりあえず入れちゃいます。で混ぜましょう。混ぜていってちょっと水気が少なすぎたらもうちょっと水足してっていう感じで、こんな感じでね、こんな感じで。卵は入れません。卵入れたらお好み焼きになっちゃうか。あ、いい匂い、いい匂い、かつお節のいい匂いがすごい。よし、こんな感じで事務所にもね持って行ったりとかして、でちょっと酔った時とかにパクッと食べたりもしていましたが、便利ですこれ。ただなんかニラ臭くなるので注意よし、オッケー。あとはもう焼いていくだけです。焼きます。そうしましたらね中火で焼いていきます。外カリ中ふわを目標にちょっと多めにごま油を敷きます。そしたら別に1枚にしちゃってもいいですし、一口にしちゃってもいいですし、どっちでもいいんですけど、とりあえず焼く、焼いていく。そう、それでねさっきの話に戻るんですけどね、その私の友達のね娘ちゃんね、私と会った時ねバレエのねお辞儀をこうやって一生懸命してくれたんですよ。こうやってこうやってかわいいスカート持ってこうやってお辞儀してくれて、そうね、こんな初めて会ったね大人って怖いやろに、こんな大人に挨拶してくれて、そうでその後15分ぐらいは人見知りでシューってなってましたけど、そう最後の最後にはね打ち解けてね、そう
仲良くなれたのでよかったんですけど、あんなちっちゃい子がね動画見てくれてるって嬉しいですね。本当にこんな感じで焼いていっちゃいます。はい、できました。もうね15分ぐらい、10分あればできるので、めっちゃ簡単なので作ってみてほしいです。これはお弁当に入れてもよし、おつまみにもよしという感じなので、おー、とろとろ、ちょっと一口だけ食べて準備しよう。これチーズとかキムチとか入れてもね良さそうですね。いただきます。あ、赤い、うわ、カリカリ、うん、うん、ん、家に何かあれば安心ということで、うん、帰ってすぐつまめるように、最近もちょっとパパッと作ってパパッと食べれるものをちょっとね考えてます。なんかいろんなもの作れんかなと思って、はい。でまあそんな感じで練習する場所が変わるとちょっといろいろルーティーンも変わったり移動時間も変わったりという感じでバタバタはしているんですけれども、引き続き頑張っていきたいと思います。私はね本当はねこうやってね朝早く起きて、朝早くといってもまあそんな5時とかに起きないんですけど、6時ぐらいちょっとまだ暗い間に起きて、そして作業するの好きなんですけど、どうしてもね夜寝るのが遅いのでそんなことはちょっと想像できないんですけども、私の理想は将来6時ぐらいに起きて、そう、朝のうちに全部終わらして午後はゆっくりするという老後のような生活を送りたいですはい、ということで今日も一日頑張っていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Lucky, lucky, lucky me.